はい、というわけで第2節第7戦目フラットゲーミングフェアリーバス魔王軍カイザーということで、はい、カイザーではチーム佐賀の、はい、ツバイナンス、あ、ツバイナンスです、はい、はい、ハルルです、はい、この2人にお越しいただきました、よろしくお願いします。それでは準備できたら早速意気込み伺っていきたいと思います。まずはフラットゲーミングフェアリーさん、はい、意気込みお聞かせください。いや、今ルルル君がなんとか一勝してくれて、はい、ちょっと FTG ここからもう波に乗って、確かに矢印は上向き、はい、今日は 4-2 で終わりたいなと思います。勝ち越して終わると、ありがとうございます、はい、対するは魔王軍カイザー選手、はい、意気込みをお聞かせください。初戦ちょっと負けちゃってまだ一勝もできてないんで、ここ勝ってしっかり挽回できるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。それではじゃんけんで先行ここを決め、よろしくお願いします。お願いします。最初はグーじゃんけんほい、はい、これでしょ。さあ、ということで先行取ったのは魔王軍カイザー、高校はフラットゲーミングフェアリーということになりました。準備整っておりますので早速試合始めていきたいと思います。それじゃあ行くぞ、デュエマスタート。さあ、ということで第2節第7戦目フラットゲーミングフェアリー VS 魔王軍カイザー見ていきましょう、よろしくお願いします。お願いします。お願いします、はい、ということでこれ実はマジックミラーそうですね、はい、ですよね。ただ、はい、フェアリーさんだけ禁断がなくて、あ、禁断ないんですよね、かなり意外というか、うん、僕両方当たってるんで公開量結構見えたんですけど、はい、フェアリーさんの方には 5000VT が入ってて、カイザー選手の方には、まあ、まだ入ってるかわからないっていう状況で、確かに確かに、こうその 5000VT の有無で割とその勝率が結構変動するかなっていう、はい、5000VT は、まあ、クリーチャーの分だけ召喚力下がりつつ、はい、まあ、に相手の5000以下を全部追い返す、そして5000が出ないと、5000以下が、まあ、かなりクリティカルに刺さるカードですよね。めちゃくちゃ刺さりますね、はい、ミラーにおいて結構、あ、入ってますね、うん、あ、でもカイザー選手にも入ってる、なるほど、やっぱりメタ読みで、うん、多分同型戦意識してるんだろうなと思いましたね、うん、禁断の有無とかもその辺ありそうですよね。そうですね、多分。さあ、でもしかしこれ先行じゃないですか、カイザー、はい、先行ビブラートもう神ですね、うん、結構先後手の差でかい、先行の方が有利ですね、やっぱり、うん、先に攻め込めた方が有利。ここは一応ここで姫カットとか出せるとちょっと、はいはいはい、まあ、牽制にはなるかなとは思うんですけど、とはいえ、いわゆる本当に3ターン目からくりバーシファイヤー革命陣の流れにはちょっと抗うのね、まあ、難しい。そうですね、それに抗えるのは石川ハンドシーカーしかいないんですけど、だろうなの、ブロックしたところでという話もあるので、うん、確か確かに石川出しちゃうとここのコールドフレームが普通にカイザー選手が打てちゃうのがあんま良くなくて、あ、結構タック難しいんですよね、ここにコス出すのが。だからその本当に一番強いパターンケアするか、それはないでしょって言って自分で進めて、はい、その3ターン目以降よくするから結構難しいんですね。難しい、ただ5000VT 埋めてるのがちょっとあんまり、あ、結構多分手札強いんじゃないかなって自分の目線で思っちゃうんで、あの要は早く走れないんだったら欲しいカードってことですよね、あの 5000VT って、ね、結構ロングゲームに持ち込むなら 5000VT は持ちたいんですけど、うん、まあ、もしくは2枚引いてるかのパターンだなと、はいはいはい、なのでフェアリー選手としてはそのチャージを見て、おーっとストップチャージ、なるほど、ストップも結構同型だと、うん、めちゃめちゃ強いですね。ただ実質エクストラターンみたいな、うん、ただ埋めていった。さあ、そしてアクアビブラだから自分の動きを優先した形ですね、これは。か、まあ普通になかったんじゃないですか、ね、姫カットとか。まあ確かに確かに。さあ、カイ選手ここでまずは、まあ一番理想はパーフェクトコールドフレーム、はい、はい、で手札を潤していくのが一番理想の動きですが、か、まあボンキゴマイムでも十分、うん、うん、走れなくなるんでっていう、ね、ボンキゴプラスカラクリバーシまであると結構ゲームが、確かにその完全に繋がんなくてもどうせ返せないよねみたいな。そうですね、うわ、確かにな。さあ、ちょっとここの3ターン目のアクションがかなり鍵を握りそう、これかなりじっくり考えてますね。いや、この同型戦結構難しいんですよ。あ、そうなんですね。そういうなんかパッと見割とその、まあ、でぶっ込んだ方が良いなのかなみたいな、そういう認識だったんですけど、それもうおーっと VT2 枚目チャージ、これはじゃあもう決めてしまおうみたいな。なるほど、強そうですね、うわー強い、これはからくり橋捨てて2ドロー、相当手札強いですね。そしてもう1回捨てて2ドローを行っていくと、かなりもう先行の利を生かしにいく攻めっ気の強い動きですね、うん、これはだから下手に長いゲームに付き合うよりはもう、はい、先手有分有利使ってそのまま押し切ろうということですね。先行3キル、まあ本当に強いですからね、マジックの。マジック、そしてまあ当たり前ですけどちょっと速攻デッキではあるんで受けがそんなにね、この状況だと、うん、そうですね、墓地に呪文ないんでコールドフレーム受けにならないんで、うん、とっとと殴った方が良さそうですね。さあ、そこの判断を果たして強豪と出るか騎士と出るか、まずはカラクリバーシー次に外してワンドローして3以下の呪文を唱えていくと。さあ、ここで出てくるのは
まあ、まずはファイヤーだと勝ちが見えますけど、じゃなくても強いって言おうとしたら、まずはパーフェクトファイヤー、本気語出ると、あービブラート、さあ3位以下出すとアンタップ戦ってなって、ビブラートでワンドローして、はい、さあカルテラス1点、ここでガードサイクル、ね、いやない、まあ、アンタップして、まだまだでも止まるチャンスはある、さあアタックして革命維持を決まっていくで封印が剥がれてダブルブレイク、さあこの際に呪文を2枚使えますと、さあコールドフレームファイヤーも墓地にあるので、まあなんかやりたいことはどんどんできそうな感じ、そうです、そうですね、さあここでまあ手札を潤していくか横に広げていくかと、一応ビブラートを止めるみたいな選択肢もまあ余裕があればできるんですかね、まあ多分このターンに倒す切りたいんで、うん、その択はなさそう、基本的にはもうリソースを獲得、わーっとマグナも見ている、うん、さあ通路をしていき、次のモードは2を出してますね、うん、はい、さあビブラートを出してスピードアタッカーとして場に定着するので、うん、さあそしてガードストライクでも止まらなそうな雰囲気が出てきました、ね、そうですね、これガードストライク革命に当てるだけではダメ、うん、姫カット、うん、そしてダメ押しの革命時もアンタッポ宣言、さあ何かでもここフェアリーさんならではのならではのカードが入っているかどうか、ならではミュートとか入ってたらミュートとかですね、あーちょっと遅かった、まあ、とりあえずここは革命陣を止めてこれ以上の強い封じる場所は返ってますからね、そうですね、ゴールドフレームかファイアったら打点増えちゃいますね、さあ横のマジックにスピードアタッカーをつけるってテキストもね革命陣ありますからね、マジで強いっす、さあカルクリバーシーンさあワンドローして3を唱えていく、パーフェクトだともうそうですね、パーフェクト、あー強い、しかも強い方、さあ出すモードとアンタップも選べると、そう出していく、まあテスタロスターが出るとね一番まあ安心ではありますが、そうファイヤーを唱えてもう詰める、ここあーボンキゴ踏んでも厳しい、そうですね、アンタップ宣言さ、そして1枚ブレイク、いやボンキゴで止まらないシールドを詰めに行く、アンタップして、アンタップですね、はい、外してるで大丈夫、はい、捨てるで大丈夫です、さあボンキゴで最後のシールドをブレイク、何もなくそのまま貫いて第8戦目は魔王が解説勝利、あ第7戦目です、見事勝利、お見事、はい、ということで、金抜き動画ご覧いただきましてありがとうございました、本日7戦目をご覧いただいたかなと思うんですが、デッキ紹介にフェアリーさんにお越しいただきました、よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、ということでですね、このフェアリーさんが所属されてますフラットゲーミングを応援したいよという方はですね、はい、ぜひ SNS 等でですねハッシュタグ FTGWIN で投稿していただけますと、選手も皆さんもねご覧になると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします、お願いします、はい、ということですね、今回は1戦目2戦目どちらの内容も含んだ話になるかなと思いますので、はい、ぜひですねまだ、ご覧になられてない方はそちらの方をチェックしてから来ていただければと思います、よろしくお願いいたします、さあということで早速やっていきたいと思いますが、はい、ということでこちらが、今回ですねフェアリーさんが使用された秘密マジックになるかと思うんですが、はい、今回ですねすでに何回か秘密マジックをご紹介させていただいて、アドバンスと秘密マジックをご紹介させていただいているので、ちょっとそことの大きな差をちょっと伺いたいなと思っていて、僕大きく2点ちょっと伺いしたいんですけど、1点目としてはまずドキンダム禁断がないっていうところなんですけど、これどういうことなのかちょっと教えていただいてもいいですか。そうですね、アドバンスフォーマットの秘密マジックって、はい、まあ多分禁断入ってるのがほとんどだと思うんですけど、まあ、今回、まあ、僕は調整の段階ではもちろん入れてたんですけど、うんうんうん、まあ、調整していく中で、まあ、今一番アドバンスで強いデッキが秘密マジックと、まあ、アビスだというところが見えてきて、うん、はい、じゃあそこに寄せようってなったんですね。なるほどなるほど、そこを対策していこうと、はい、でそこに対して強いカードってボンキゴマイムとナポレオンバイブスと 5000VT なんですけど、はい、まあ、ここに禁断まで入れてると、その禁断ってそのデッキの枠を圧縮っていう意味でも結構使えるカードじゃないですか、はい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 、それプラス、まあ、封印を剥がしてそこから呪文を落として公開領域を広げるっていう役割もあるんですけど、まあ、なんかそもそもデッキを39枚にするとこのボンキゴとかナポレオンバイブスと 5000VT は取れなかったんですよね。なるほど、この9枚の枠を確保するためにはその39枚にデッキをすること自体がデメリットだと思う。あ、そうですそうです、なので今回はデッキを圧縮するんじゃなくてそこの禁断の枠1枠も、まあ、ミラーとかアビスに強いカードを入れることで、うん、まあ、広くそれこそ、まあ、ザキゴとかナポレオンバイブスをプレイできる機会を増やした方がトータル勝率が出るんじゃないかということで、
今回は禁断を抜いております。なるほどですね。今回やっぱこのボンキゴマイム、まあ、ミラーでは特に大きく活躍する。そうなんですよね、まあ、3ターン目がもちろん回ってくることが前提なんですけど、まあそうですね、まあ、高校だったらね、まあ、相手の先行3ターンキルだけは割り切った上で、うんうん、まあ、そこが来なかったら、まあ、3でボンキゴ立てて、そこからお互いちょっと、まあ、ロングゲームというか、はいはいはい、まあ、ゆっくり、まあ、なんかその姫カットとか、まあ、5000VT とかを使いながらうまく先に革命陣を決めるみたいなゲームが始まるんですけど、やっぱここのボンキゴマイム、ナポレオンバイブス、 5000VT、 本当にこの言った3種類が死ぬほどミラーとアビスに強くて、はい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 、結構ないと始まんないんですよね。なるほどなるほど。必ず引くためには4投3投2投これがしたいと、しっかり。そうですね。なるほどですね。ちょっともう1点お伺いしてもいいですか。はい、まあ、これはもうよくあるマジックのセットとして、これマグナムがないと、ショートショットマグナムがないと、でおそらくまあ枠としてはこの辺のどこへ行くのかとか、そういう枠とかになってくるのかなと思うんですけど、このマグナムを切った理由っていうのも教えていただけますか。でそうですね、今回の、まあ、メタゲーム的に、まあ、僕たちってもうあのチームサガと、あれか、魔王軍のメンバーも全部予想してたんですよ、もともと発表される前から、はい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 、でそれが一応6人とも全員ドンピシャで当たってて、でもツバイナンスは黒緑かマジック、はい、でノスケはマジック、はい、でハルルは、まあ、多分おそらくマジックか、うんうん、まあ、なんかそれかその天文とか、はい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 、結構使ってる時はそこら辺なので、マジック天文あたりで、あとは魔王軍がカイザがもうマジック、うん、ほぼこれも確定だと思ってて、はいはい、でリッキー君だけちょっとまあ分かんないけど、でも多分ザビミラとか、はいはい、そういうアビス系統だと思っていて、であと関門さんがバンナイトっていうのをもうそこまで全部読んでて、はいはいはい、ってなった時にハルグも結構マジック寄りだとは思ってたんですね、はい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 、なのでそれ考えた時にいらなくねってなったんですよね。なるほど、マグナムがあないあれ必要な場合は対戦がないんじゃないかと。あ、そうですそうです、対戦相手がいないんじゃないかと。で、まあ、最悪別にそのハルル君が専門だったとしても、別にファイナルストップあればその半分のヘブンズゲートはケアできるわけじゃないですか。なので別にそこ、まあ、マジックじゃなくて専門を持ってきた上でファイナルストップで止まらなくて最後ゲートを踏むってことしか負け筋がなかったから、はいはいはい、いや別にその6人中あの5人には使わないんだから別によくねっていうことでそこも抜いちゃって、うんうんうん、それこそそこがボンキゴの4枚目とかバイブスの3枚目とか VT になったりしてますね。うん、やっぱそのメタゲームとしての読みはもう正直ドンピシャではありましたねと思って、まあ特にですけどあのマジックに関しては、まあ、今回カイザさんに当たった時もですね、はい、あのまあ、この結構ロングゲームになりやすいっていうのが、まあ、マジック同士のミラーの特徴になるのかなっていう部分があると思うんですけど、うんうん、まあ、特に今回は結構正直今まで話を聞いてきて、カイザさんも、はい、あとノスケさんも皆さんマジックのミラーを見た結果の VT の採用や、また話を聞くと皆さん一回マグナム抜くかみたいな話をしてたらしいんですよ。いや、まあ、なりますよね。いや、そうですよ多分全部が。それが俺はすごいなと思って、はいはい、この正直僕がこうデッキビルドしてたら多分マグナムを抜くって最終的に結論ならないと思うんですよねなんでかっていうとマグナムは入ってるものっていう前提で考えてるからなんですけど、結構固定観念というか。そうですよね。そこを3チームとも皆さん1回マグナム抜くことを考えてるっていうのはこれは俺すごいことだなと思ってて、この感動って伝わってますわかんないけど、でしかも今回スヤリさんはそれをかなり割り切ってマグナムを切ってきたと。そうですね。いや、これもなんかさらにまた話があって、はいはい、あの FTC 側からすると、うんうん、あのその魔王軍と佐賀の、まあ、デッキって結構割れてたんですよね、はい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 、だから結構大体分かるなっていう感じだったんですけど、逆にあのそっちに聞いたら魔王軍とか例えばその、まあ、ドラちゃんとかに聞いたら、はいはいはい、いやなんかフェアリーさんとかルルルないんですかって言うと分かんないみたいな感じで聞いて、 あとはそのアーティーチャンネルのアーティーとかが動画出しててそれでなんか予想で FTG は読めないみたいな書いて、はい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 、あ確かになと思ってそれ見て、なるほど、なんか自分たちからしたらもうデッキ割れてるけどあっちからしたら FTG 結構わかんねえんだってなって、うんうんうん、ってなったらあっちはその多分ショートショットマグナム1回切るっていう策が生まれるけど切り切れないんじゃないかなっていう結果的に、なるほどなるほど、ショートショットマグナム必要な対面、それこそにわかとかは結構そういうデッキを使ってくるので、うんうんうん、多分いや入れといた方が安心だろうっていうので多分一回検討はするけど最終的に入ってくる、うんうんうん、でも自分たちからしたらデッキがもう割れてるからあのデッキ予想できると、だから自分たちはあのその中でもショートショット切れるのかなっていう思ったので
今回切りましたね。いやすごいですよ本当に。まあ結果としてはこう残念ながら 2-0 という形にはなってしまったんですけど、俺はその過程を見るともうすごいんですよこれ裏側を聞けば聞くほど。まあこれもちろんね、今回のまあこのデッキ紹介動画以外にも座談会なので、これからアップされるとは思うんですけど、この後はまたねガンガンアップされてくると思うんですけど、聞けば聞くほどどのチームも同じ方向というか同じ予想の仕方をしてて、それってすごいレベルの高いことだなというか。いやでもやっぱお互いお互いを知ってるからこそみたいなところもあるんですよね、うん、そうですね、まあ有名な強豪プレイヤー同士だからっていうところではありますよね、うん、はい、ありがとうございます。はい、というわけでですね、今回はゲストにフェアリーさんにお越しいただきまして、デッキの紹介いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということです、こんな感じで YouTube リーグではですね、切り抜き動画の最後にデッキ紹介つけておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。またでコメント投稿などございますので、そちらもぜひチェックしていただけたらと思います。はい、ということで本日の動画はここまででございます。フェアリーさん、ありが改めてありがとうございました。ありがとうございました。ここまででございます。また次回の動画でお会いいたしましょう。それではチルマスターズ、バイバーイ。